私はパニコ、26歳。サラリーマンのカナタと結婚して半年経ったところなんですけど、先日妊娠していることが発覚しました。普段 OL として働いてるんですが、臨月に入る前に辞める予定です。妊娠が発覚したその日に、遠方の実家にいる家族にビデオ通話をかけて報告しちゃいました。そうか、パニコが妊娠。それはおめでたいな。ありがとう、父さん。パニコ、おめでとう。体冷やさないようにね。お母さん、ありがとう。てか、パニシー、感動すぎ。泣いてるし。感動せずにいられんぞよ。こうしちゃおれん。早速、元気な子供が生まれるよう、いれば親に投げて願掛けよ。おじいさん、それは子供の乳歯が抜けた時に、元気な永久歯が生えるようにやる願掛けだよ。どうか入れ歯をむやみに投げないでちょうだい。おじいちゃん、相変わらずぶっ飛びすぎ。コングラチュレーションシス。弟として何か力になれることがあったら何でもするよ。シャキーン。ありがとう、コレタ。だけど今は困ったことは何もないかな。カナタの仕事もうまくいってるし。そういや、カナタ君の会社の社長は俺の学生時代の後輩だったんだよな。そうだったよね。ああ、そういえばうちの近くの会社を買い取った人だったよね。あ、パネアどうしたの？さっきから黙り込んで。え、もしかして感じるわ。で、出たー。いや、ちょっと嫌な予感が。パニコ、もしかしたらこれから一腹上がるかもしれない。気をつけるのよ。パネーの第六感は予言者かってくらい抜群に当たるんです。というわけで、パネーの予言がだいぶ気にかかっていた私だったんだけど、それから数日後のある夜、彼方から突然こんなことを言われました。そういや、この部屋の更新日近いけど、更新しないって管理会社に話してきたから。は？私と彼方は賃貸マンションに二人で暮らしていました。更新するって二人で話したじゃないの。勝手に決めないでよ。てか、どこに住むっての？母さんとこ。はい。実は私が妊娠してから義母が私に冷たくなったの。目を合わせてくれないし、挨拶するときもそっけない気がする。妊娠後冷たくなる姑っているみたいよね。息子を嫁に取られた気がして嫉妬しちゃうのが原因らしいけど、義母もそれかしら。だから義母と同居するなんて考えは私にはさらさらありませんでした。あなただって私とお母さんが仲良くないの分かってるでしょ。お母さんだって私と暮らすのなんて嫌でしょうし。でも同居しろって言ってきたのは母さんだよ。え、お母さんが？前から言ってるけど、パニコは考えすぎなんだよ。母さんはパニコのこと嫌ってなんかいないって。そうかな。そりゃ私が勘違いしてるだけだったなら一番いいんだけどさ。それに何かあったら俺が守ってやるし、母さんの家で暮らした方が早くに夫婦の貯金が貯まるだろ。俺の小遣いも増やせるし。義母の家は近所にありました。なので翌日、義母の真意を探る意味で駅前のプリンを持って義実家に行き、義母に同居のことを話してみたんですが、パニコさんと一緒に暮らすのは楽しみだわとにっこり。本当に嫌われてると思っていたのは私の勘違い？まあ、お腹も大きくなってきて体調も崩しやすくなったし、もうちょっとで仕事辞めるって時に引っ越し先を探すのも大変だしな。結果、私は義母との同居を承諾することにしました。いざという時に頼れる人が私の周りにはいるしね。ところが、義実家に引っ越した当日。お母さん、これからよろしくお願い。早速だけど、お茶とお茶菓子用意して。ね、はい。あー、だる。あー、今日は体がだるいわ。お茶とお茶菓子は部屋に持ってきてちょうだい。私部屋で休んでるから。ほら、何ぼっとしてんの。パニコ、お茶とお茶菓子持って行ってやって。え、ああ、うん。さらにその翌日。あ、おはようございます、お母さん。パニコさん、普通嫁は姑より先に起きて朝ごはんを作るものじゃないの。え、あ、すみません。まったく、しっかりしてほしいものだわ。ちょっと、まだ朝の5時よ。十分早起きでしょう。そしてさらにその数日後。平日でしたが、
私は仕事が休みの日、気分が悪くてソファーに横になっていると、アニコスさん、何寝っ転がってるの。私今日はちょっとつわりがひどくて。ああ、嫁の分際でだらけるな。ほら立って、お昼ご飯を作りなさい。こんな風に言いながら、義母は妊婦でたびたび体調を崩していた私に家事のすべてを押し付けるようになったのです。もう召使い同然の扱い。おそらく私に家事をやらせて自分は楽するために同居の話を彼方に持ちかけたのね。当然このことは寝る前彼方にも毎日報告していました。彼方は俺がガツンと言っておくといつも言ってくれたんですが、とある週末のこと、アニコさん、階段に髪の毛が落ちてるわよ。ああごめんなさい、私ちょっと洗い物で手が離せないんで拾っておいてくださいますか。はあ、あなたは自分の立場というものが全く分かってないのね。てか嫁のくせに掃除すらまともにできないの。そんな私たちの様子を彼方が両手で新聞を持ったままじっと見ていました。当然義母にガツンと言ってくれるだろうと思っていたんですが、私がちらりと彼方に視線を送ると、なんと彼方はそのままそっぽを向いてしまったのです。なにこいつ、助けてくれるって言ったのに。その夜、ねえかなた、私がお母さんにいびられてたの見てたでしょ、なんで止めてくれなかったの。あれはまあいびりには入らないでしょ。気まずそうにそういうかなた。はあ、階段に髪の毛が落ちてるって一本よ、それをあんなに怒鳴ってあれがいびりじゃないって言える。うるさいな、めんどくせえ、もう寝る。そう言って横になったままガバッと掛け布団を頭からかぶってしまったかなた。ダメだわこいつ、全然頼りにならない。もう頭きた。わかった、あなたが何もしてくれないなら私が自分で動く、どうなっても知らないから。さらにこの数日後、私の給料日、夫婦の口座に8万円ほど入れようと思ったんですが、残高を見てびっくり。何これ、100万円以上減ってる。この口座は子供の将来のために貯金しようと2人で話し合って作ったもので、当然私が稼いでお金も入っていました。あまりに驚いてすぐに彼方に電話しましたよ。あーもしもし、なんだよ仕事中に。ちょっと彼方、私たちで共有してる口座からお金勝手に出したでしょう。こんなに大金何に使ったわけ。そんなの家に帰ってから聞けよ、こっちは仕事中。いいから教えなさい。いや、母さんが金貸してほしいって言うから借金があってさ、そのすぐ必要なんだと。はあ、お母さんはお父さんの遺産があるでしょ。知らねえよ、全部使っちまったんだろ、母さんはパチンコ好きだし。確かに義母は私が仕事に出ている昼間どこかに出かけているようで、夕方に帰宅する私よりも遅くに帰ってくることがありました。てかお父さんの遺産かなりの額あったはずなのよ、以前ギフト住んでいた家だって売り飛ばしてるんだし。彼方のこの身勝手な行動も、お金を管理できない母親に当然のようにお金渡す神経も何もかも、もう信じらんない。無理、無理すぎる、もう無理、こんな親子と一緒にいられない。お腹の子のためにもこんな環境はありえない。こうなったら叱るべき行動に出させてもらいましょう。ちょうど来週会社を退社するタイミングだしね。あいつら私を敵に回したらどうなるかってことをしっかりと思い知らせてやろうじゃないのよ。私はパニケのパニコよ、見てろよ。いちし、さて私がやつらへの復讐を決めた翌日の夜のこと。え、来週から転勤することになったって。ああ、それでパニコのお父さんが電話で、こっちに転勤するならパニコと一緒にうちに住めばいいよって。え、パニコさんもついてくの。この家の家事は誰にやらせろってのよ。最初はブーブー言っていた義母でしたが、仕事だから仕方ないとしぶしぶ承諾。今義母を含めた私たちの生活費を出しているのは彼方で、彼方の仕事がうまくいかなくなったら義母の借金の返済もできなくなってしまう。義母にとっても大問題ですからね。てか家事くらい自分でやれよ。何はともあれ、義母にいびられ彼方に知らぬ存ぜぬな顔をされる日々から解放されることが決定した私。
いざ私の実家へ、カナタとお引っ越ししたわけです。リビングに二人で入るとパニ家のみんながいました。皆さんお待ちかねのパニ家全員集合の時間ですよ。皆さん今日からよろしくお願いします。これから皆さんと暮らせるのが俺も嬉しい。カナタがそこまで言うとみんなが揃ってスックと立ち上がりました。自然とカナタを囲むように集まってきて、 It's showtime! キラン！え？すると初っ端、台所にいたパニカーが包丁を持ったままやってくると、あなたのお母さん、うちのパニコを随分と可愛がってくれたのね。え？あなた、見て見ぬふりだったそうだね。へえ、なるほどね。これからよろしくね。分かっててやってたんだろうな。パニコのバッグにこの私がいるってことはね。パニカが不敵な笑みを浮かべた瞬間、タイミングよく包丁の刃先がピカッと光って、カナタが恐怖でその場に崩れ落ちちゃいました。怖い。さすが裏社会の酸いも甘いも知ってるパニカ。実は私ね、すでにパニ家のみんなにこっそり撮っていた義母からいびられてる時の音声や映像を送信していました。そのデータを見て最初に動いてくれたのがお父さん。あのな、カナタ君、パニックを困らせるような奴は手近に置いて処理するのが一番手っ取り早いんだよ。カナタ君をうちに呼び寄せる口実作りなんざ、うちにしてみりゃ簡単なことなんだぞ。ま、いびる相手が悪かったよな。お父さんね、カナタの会社の社長にうまいこと言って、カナタがこっちに転勤するよう話を進めてくれたんです。パニ家全員でカナタと義母に復讐するためにね。次の出番わしでいいかの。ほらカナタくん、いつまで座ってるんじゃ、早く行くぞよ。な、行くって。君に使ってもらう部屋に君を案内するんじゃよ。いいとこじゃぞ、わしの一押しじゃ。俺の部屋、ここから車で20分くらいのところにパニジーのお寺があるんだよ。パニジーがお寺の住職だってのは知ってるだろ。お寺にカナタさんの部屋を用意してあるのさ。なーに、パニコを含む孫たちは難なく修行をこなしておったから大丈夫。まあふぬけなど県にはどいぶつらい修行みたいじゃがの。修行？お寺はスマホの電波も届かない、自然豊かないいところだよ。さあ行こう。やだ、そんなの嫌だ。逃げようとしても無駄だから諦めた方がいいぜ。だって見渡す限りの土地は所有地だし、俺が朝の3時からランニングに付き合ってやるし、朝の10キロランニング爽快だぜ。ガニー、その後でカナタ君と一緒に腹筋背筋200回、それから木の枝に捕まって懸垂を100回するつもりでしょう。あ、バレてた。そんな無理だ、俺嫌だ。先に言っておくけど、逃げない方がいいわよ。逃げても私が必ず居場所を特定するから。それに逃げ出すようならもっと大変なところに連れて行かれるかもね、パニジ。ああ、そうじゃな。そうなりゃ次はお船かの。僕のアンダーグラウンドファームで働くってのもありだよ、キラン。地下を活用する新規事業として最近始めたんだけど、地下400メートルの掘削作業の人手が足りてないんだ。あ、やだやだよ、そんな。そう？じゃああとは僕がサークルで使ってるミュケンシュタインドリュエン城の地下牢の修復作業っていうのもあるよ。夜な夜ないろいろ出るって噂もあるけど、ま、特殊なお友達が増えていいかもね。シャキン。さあ、しのごの言ってないで行くぞ。ほら来い、これから自分の部屋の雑巾がけじゃ。あ、じゃ、ま、え、ま、待って。こうしてカナタはパニジーとパニバーにお寺へ連れて行かれました。そして数週間後、もろもろの準備が整ったので義実家へ行ったわけなのですが。はーい。あ、て、パニコさん、 LINE の返事もよこさないで、どういうつもり？カナタの電話も繋がらないし。おや、あ、横にいる坊主の男性、よく見たらカナタ。パニジーの修行ですっかり悟りを開いて顔つきが変わったカナタの姿に、義母は目を見開き驚いていました。無理もないわ、以前とはまるで別人のようにキリッとした顔つきになっちゃってるんだもの。母さん、私利私欲を忘れて悔い改めなさい。
悔い改めれば世界がとても美しいとしていることができる。俺はパニコに本当にひどいことをしてしまった。その罪を一生かけて悔い改めるつもりだ。パニコさん、彼方に何をしたの？そんなことより、あなたはさっさとこの家を出て行ってください。そこで玄関のドアに隠れていたパネーとコレタが揃って義母に姿を見せました。あなたは確かパネーさん、コレタさんまで。この家、あなたのお姉さんから借りてるお家ね。間もなくそのお姉さんからここを出ていくように連絡が来ますよ。あなた、月々いくらかお金を支払う代わりにこの家を借りるって約束したんでしょ。なのにだいぶ前からお金を支払っていない。そうですよね。どうして感じるわ。カナタさんに電話していたのもギャンブルに依存してできた借金の返済日が近いからお金をよこせと言いたかったのね。それがなんだって言うの。うちの姉からここを出ていくよう連絡が来るだ。なわけないじゃない。姉は私がギャンブルで借金あることを知らないんだから。それがね、知っちゃったみたいだよ。あなたのシス、話聞いて相当怒ってたよ。どうして。彼女、僕のサークルでボランティアしてくれてるメンバーだったのさ。キラン、そのサークル、ギャンブル依存にグッバイ宣言&みんな命に嫌われているわけない委員会って言うんだ。全力で前向きに真っ当に生きるために活動してるサークルさ。借金の、ちなみにギオバにあなたの嫁いびりについて録画データを見せながら全部説明させてもらってます。親戚みんなにも伝えてくれるそうで、あなたもう頼れる人は誰もいませんよ。嘘でしょ、おのれ。とそこで義母が私に拳を振りかざそうとしたんですが、人を殴る行為は暴行罪に当たりますよ。義母が地団駄を踏み始めたところで危険を察したんでしょうね。表に止めてあった車からパニーが出てきてこちらにダッシュ。間一髪義母の腕をガシッと掴みました。俺が弁護士だってことあなたはご存知ですね。今までパニコにしてきたいびりの件、慰謝料を請求させていただきます。そんな慰謝料って。パニーにそう言われて義母はようやく観念したみたい。これにて一件落着。シャキーン、肩を落としその場に崩れ落ちた義母の方にボロボロと涙が流れ始めました。その後義母は義おばによって家を追い出され、ひとまず持っているものを片っ端から売って安いゲストハウスに泊まっていたそうです。ただそのうちお金が尽きてしまったのと、私から慰謝料を請求されたことによりさらに借金を膨れ上がらせ、ついに闇金に出入りするように。カナタと私の口座から義母に渡ったお金も全額返ってきたし、本当に良かったです。義母ね、外で働いたことがほとんどなかったみたいなの。パートを始めても遅刻を繰り返し数日でクビ。結局今は闇金の人から紹介された山奥にある工場で寝る間を惜しんで働いてるんだとか。仕事ができなすぎて毎日怒鳴られてボロボロだそうな。ちなみに私とカナタはすでに離婚済み。私の方にもうカナタへの愛情はなくなっていたからね。カナタは引き続き会社で働きながらパニジーのお寺で修行してるんですけど、私に自主的に慰謝料ともちろん養育費も支払ってくれています。で、一方の私はというと、無事に娘のパニミを出産。パニ家に可愛い仲間が加わりました。でね、私今はパニーの弁護士事務所で働かせてもらっています。育児はみんなも手伝ってくれるし本当に大助かり。そうそう、この間の週末ね、私とパニカパネーで庭の草むしりをしていたんですけど、まだ梅雨も始まってないってのに最近は暑いね。ちょっと休憩しよっか。そうだね。私台所から飲み物取ってくるよ。ちょっと待ってて。感じるわ。ストップパニコ。え、パネ、どうしたの急に。パニコの足元、何かが。パニコの足元、どれどれ。って、これは入れ歯。おじいちゃんの仕業だわ。パニ家のみんなは本当に個性豊か。みんながいれば本当怖いものなしだわ。いっし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。